はい、始まりました、もちちゃんね。さあ、和子さん、過去問の結果を見ていかないといけないんですけど。ごめんなさい、ちゃんと持ってきてちゃんと持ってきてなくて、ちょっと紙で、その本体がいると思っちゃったから。本体がいる？何？紙の 敵と戦ってるんですか？どういうことですか、本体がいる？いや、この点数を持ってくるんじゃなくて、はい、紙本体がいると思っちゃったから、実際解いて。で、紙を置いて嫌だなって思って、ちょっとしか持ってきてない。ちょっとしか持ってきてないじゃねえ。過去問の結果って言ったのに分かってなかった。もう、そんなんで小論文書けるんですか？理解度理解度、はい、ということで、どこのですか、これ立教だ。立教国語、すごい。なんか20分ぐらい余る。ちょっと待って、立教の国語しかないってこと？いや、すごく余る。あの、英語はないもんね、だってね。英語は共通テスト、英と英検、英検でどちらかが選ばれるってやつですね。はい、あなたの良かった方が選ばれるので。と、 CSE が11は2368。はい、電話番号みたいな、はい、東京03238。2368。それか、もしくは協定が、あ、協定間違ってもってちょっと上がります。え、もっと上がるの？ちょっとでも喉が痛いで、喉が痛い。はい、松原さんの麦茶、ありがとうございます。松原さんの麦茶、あ、ありがとうございます。いつも松原さんが持ってくるみたい。どうしよう、途中で飲んでてごめんなさい。叩かれないわ、こんなので。もうこんなんで叩か、麦茶飲んで叩かれたらもうこの世はねやばいよ。なんだっけ、不適切ですいませんってドラマ昨日見たけど、もう本当令和って生きづらくなったんだなっていう。そうそうそう、安倍さんのことね。昭和の世界と昭和61年かなんかのドラマですね、設定ですよね。だからもういかに生きづらくなったかっていうのが分かるよね。はい、謝罪、炎上、炎上で、違う、やれって意味じゃない。令和の世の中って本当生きづらい世の中だと思って、で、頑張れって言ったらね、なんとかハラスメントになるみたいな、もう意味わかんないよね、今の時代。はい、で、あとは共通テスト何点だったのか、結局上がったんでしょ。足してでも78しかない。パーセントしかない。ちょっと、どっちが上がったの、そもそも。リスニング。リーディングが？リスニング。リーディングがリスニングじゃない。何点か聞いてるんです。リーディングがリスニングじゃない。リーディングが何点？リスニングじゃない。リーディングが69。69点。だから変わってなくて。はい、で、リスニングが86。お、86。ということだ。じゃあ、まあ、どちらかが CSE スコアか、その共通テストがどちらかが、まあ、使われる。英検。英検。はい。まあ、それが何点に換算されるか不明ですけど。じゃあ、見ていきたいと思います。はい。国語、2022?23 はやんなかったんだけど。2023やってないですね。はい。じゃあ、2022年やったわけですね。はい。立教受けるのが心理。はい。心理ですね。結局、スポーツウェルネスは、スポーツウェルネス、立教のスポーツウェルネスだと、はい、コーチとかそっち方面で、はい、スポーツ経営が良かったから、早稲田だと、うん、ちょっとずれるなって思って、はあはあ、ってなると、うん、それなら心理興味あるなっていうところでした。ということで、立教は心理だけで行くということで、まず数学受験できる日が、うん、全学部同じ問題で、はい、中で数学受験できる日が2日しかないから心理で投げよう。え、もう立教以外は結局早稲田前受けんのは青学だ。そうだ、なんか小論文練習したいわみたいなこと言ってた。いつもなんだっけ、寝っ転がり小論だからみたいな、なんだっけ、お布団も、お布団ぬくぬく小論文しかしてなかったから、布団ぬくぬく小論文緊張する場所で書いとこうって布団で書けんのあれ、スマホで書いてた。あ、ダメだよ。まずこっち書いてからタイプしてください。あ、そうします。そうです、字書くのとやっぱタイプでは、だって漢字とか出てきちゃうからね。絶対書けないってやるでしょ。そういう風になっちゃダメですから、はい、お布団ぬくぬくスマホ受験はダメですやめます。ちゃんと机ガリガリ、寒い寒い小論文にします。寒い寒い小論文でやってください。はい、では立教国語、最初が 20% 余った、見直して変えた箇所全部間違ってたメモが悲しい、メモが悲しいですが、何点だったのかっていうのは、これ大問123ってことですね。あ、プラス筆記っていう筆記っていう言い方、記述ね、記述ですね。筆記はだってマークも筆記です、ね、あ、そういうこと、はい、なる、はい、で、6分の4とマークが、はい、そう、余って変えなきゃよかった。なるほど、変えなかったら全部いけたの。 6-5? そう、66?2 個変えちゃった、うん、で、2つ目が10分の8間違えたのが漢字。おー、だからダメなんだって、お布団抜くってタイプじゃ、はい、漢字書けるようにならなきゃいけないから。次が18分の15、これは
古文ですね。お、古文もできるようになってますね。立教他よりは簡単な気がする、うん、なるほど、他のマーチよりはっていうことで、マーチとスポカってなんかもう坂上と葉月、坂上さんを参考にして中央大学行けようかと思ったんですけど、うん、学部興味あるのなくて諦めました。なるほど、やっぱり興味でちゃんとやるということでした。はい、じゃあこれまでもだいぶ取れてるんで、え、そうで国語でかいんですよ心理。はい、あ、じゃあそうですね、これはでかい。数学は違う年で、数学だってこの同じ年のやんないといけない。全然年めちゃくちゃなんだけど持ってきたやつ。おい、数学2022年はどうだったんですか、やってみて。大問最初が1、はい、これが小問集合、はい、で5罰だけってことですか。だけど多分ここが途中過程も書いて、ああなるほど、それがどうなってるか、ね、配点高いんだろうなって思いました。なるほど、だから大問1が3と5が×で、大問2が最後の問題×、大問3が4と5ということで、やっぱ後半の方が難しくなりますからね数学ってね、はい、そして前半合ってないと後ろがズザザザってやられるっていうのが、これが数学という教科の恐ろしさですからね。割合が低いので、なるほど、多分なんとかなるぐらいだろうという、国語で倒せるんじゃないかという。なんかね、はい、合格最低点出してくれてなくて、立教。そうですね、立教出してないんでね。怖い。そう、立教だからブラックボックスな点、怖くないって、また戦い。でも大丈夫、さっきの動画もユーロ全部タメ口だったから。あ、よかった。よかったっておかしいよ、二人で。みんなで、みんなでタメ口。みんなで。ダメだろ。国語でかいのに。はい、なるほど。22年はじゃあまあまあいけてる感じですね。え、配点は国語が150で、英語が150、うん、数学が100。あ、なるほど、数学は少なくなるわけですね。あ、じゃあこれは期待できるんじゃないですか。まあ20年の国語もまあだいぶ取れてはいるって感じですね。いや、そうだから、はい、いけるんじゃないかと思ってほっと切っちゃったんだけど、はい、大問1が13分の12で漢字だけ間違えてるし、大問の2も12分の11で漢字だけ間違えてるし、古文はまあ15分の10と、はい、いう感じで、苦手だった古文がここまで取れるようになったら、まあ、現代版できるんでね、それをなんとか小論文に出してね、ねえじゃないと出してもらえればまあいいんじゃないかと思って。で、立教はいつ発表ですか。じゃあ3月9日まで見ない方がいいですか、戻ってきて。あ、そういうこと。それ、いやでも見ちゃわない。いやでももう試験終わっただるさで見ないかも。だるさっていうか、もう、あ、終わりだって、それでこの世の終わりだって帰ってくる。その方がまあ別にいいですよ。それかもう本当に俺がもうそう言って、え、やだ、校門の前で、やだ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 、スキーしたい、スキーしたいってなんだよ。でも入試受けてるよ。いや、ユーロ頑張ってんだなって。そうそう、ユーロがやってる中、はい、今スキー場に来ておりますって、おかしいでしょそんな動画。じゃあ見ないで帰ってきます。それでなんかこけてさあ、骨からやられて病院に運ばれてとかだったら、もうめちゃくちゃだよそんなの。最悪。今ユーロ試験中ですって言ってこうスキー滑ってる。最悪、受験なのに滑ってる。そう、受験なのに。ユーロは滑らないようにね、とか言ってさ。最低すぎる。最悪だ、ごめん。最悪すぎる。もう感覚がすごい。の便乗旅行しようとしてる。つい北海道行くな。立教29です。2月。はい、29ですね。はい、で生配信ですか、したら。やだ、生しゃべっちゃう。まあ、生配信しなくても次の日に流すでも全然。青学が、あれはユーロも書いとかなきゃ、ユーロのが。3月8が、富山県立前期。はい、すげえな、俺そこにもしだって行ったとしたら、俺10日のトイックに戻ってこなきゃいけないからね。いいですよ、私ちゃんと東京戻ってきますよ。8日に9日に9日に戻ってきますよ。じゃあ9日にもその足で来てください。はい、ガラガラガラって聞きながら。ただいまーって感じ。ただいまー。では発表ですって。そうやだー。で、20、21が後期、中期。間違えた。もうそれはもう終わってるというね。その後だったら別にとって、もう俺がイギリスから戻ってきてからでも取れますんで。そうですね、そうなってるのが理想だな。青学の心理が2月23、はい、青学心理、青学の総合文化政策も、うん、総合文化政策、はい、もう同じ日です。へー。で、高校入試コミュニティ人間は17です、はい、そんなに受けんの。
3回受けたらうまく書けた小論文が存在するんじゃないかと思った。そんなすぐ小論のためにそんなにやる。だから立教がやばかった場合がやばい。スポカは、スポカは3月3日はあ。オーライです。これでうわ青学の一発目は俺やだやだじゃない、それ1個のため何言ってんの。あなた求めたい、あなた入学金もらおうとしてる人間が。早稲田のさ入学合否発表のさ前に入学金締め切りなんだけど、マーチ。ああそうそうそうだよ、そりゃそう、そうそうそう、そういう意地悪じゃない。そうそうそう意地悪なやつだよ、前みんなそれを味わってる。あそうなんだ。そりゃそうだよ、だから坂上だってそうだったからね、発表前に決めなきゃいけないって言って意地悪って思ってた。そうそう、こうそうやってみんなお金稼ぐから。はい、ということでした。では応援してあげてください。あーね、どうなのか。じゃあ青学の持ってこいよっていう。いや確かにね。はい、ということでした。確かにね。ありがとうございました。天気予報に、はい、じゃあタメ口で喋ってる、どうしよう。横山全然来ないな、6時。